5時ぐらいから空いてるんです。朝風呂は気持ちいいかも。こんだけ寒い朝風呂は、ね、うん、最高だよ。早かったね。うん、早かった。すぐ着いたね。なんでかね、昨日つかかったのにね、うん、これが鳴っていたな。やっぱこのアラームあるとさ、うん、ちょっと安心だよね、うん、夜中にならないか心配だったけど全然心配しなかった。うん、なんかそんな感じだったでしょう。うん、なんかもう人任せみたいな下柱いや、運じゃなくて食べるフラペチーノお願いします。はい、いやいや、こぼれてくるけどどういうことですか。なんかこれ次うちがだから中曲がったの。あ、だからか、うん、開けたら開けてもパタンって降りてくる。あ、そうなんだ、うん、ほらすぐ降りてくる、早いの降りてくる。あ、今いい、島村のラグいいよね。うんうん、もう一個買おうよ。うん、飲もう。うん、はい、はい、いただきます。あ、美味しい。もうちょっと足りない。いや、ちょうどいい。美味しい。うん、美味しいね。めっちゃ美味しい。あったまる。これ朝ごはん。
本当は昨日の残り の、うん、あのトマト鍋の残り汁で、うん、おじやをするつもりだったんだけど、リゾットね、あ、リゾット、うん、リゾットをする予定だったけど、もちも食べたいって言うから、とりあえずじゃあもち食べてからリゾット考えようかっていう感じ、うん、もう薪ストーブって言ったらもちか芋でしょ。あ、芋だった。もういいよ、もう芋ばっかり言ってんだけど。アルミホイルに、うん、ああ、ほんとだ。だからさ、油を塗りたかったんだけど、うん、見事に油も凍ってた。あれ、クッキングシートがいいんじゃないの。ああ、そうだね、うん、そうかも。ほんとだ、ちょっとついちゃったら後で取れない。もう今、なんか少し剥がれやすくなってきた。ああ、いい匂いがする。うん、ね、餅の匂いが。あ、全然、全然にしてくれるの？全然にするよ。え、全然がいいでしょ？うん。一個一個取りに行かないといけないから、もう。あったかい寒い、あったかい寒い、ゆっくり返せるね。やっと座って、やっと落ち着けると思ったら何か忘れるもんな。このストーブもですね、活躍してくれたんですよね。じゃあこれ缶切りで開けて。どうぞ。裏に水を足せばいいんだよね。うん、水が足りないと。どんぐらいだろうか。あの、餅が吸うからだよ。だよね、餅が、うん、吸う量を計算に入れないと、この間みたいにパッサンパッサンっていうか。一番最初にしたのがすっごい美味しかったんだよね。うん、なんだよね。あの、適当にしたのが。そう、適当にしたのがめっちゃ美味しくて。一番良かった。でもこれじゃ少ない気がするんだけど。うん、もうちょっとだね。だったよね。今でちょうどじゃダメだと思う。何もしない俺が言うのもあれだけど。いや、だったんだって。このぐらいだよねって前回がさ、うん、この一個前がその失敗した時がなんかちょうどいいぐらいだねって言ったのがすごい少なかったんだよね。だってあの給食で出るのも汁気すごく多くない？多いよね。結構汁気多くてもいいと思うよ。甘さ控えめになるし。あ、これどこだったっけ。これぐらいでよく分ね。あ、もう餅もいい感じだね。膨れてきたよ、ほら。本当だ。あ、本当だね。うん。この水気で大丈夫かな。うん、もうちょっと多めってこと。どうかわかんないのよね。もう全然覚えがないがよ、うん、去年のことだからさ。もうちょっと多くてもいい気がするけど。水？うん。こんくらいかな。うん、こんくらいかも。突然入れた。素手では熱くない。熱くないよ。いいよ。いいけど、なんかどうせ食べるんだったら本当私失敗したくないんだよねと思って、うん、今ギリギリのラインを攻めている。どうせ食べるのに。でもあんまり甘いと多分向かってくるから、うん、だよね、うん、とりあえずこれ1個ずつ食べようか。もうちょっとさ、うんうん、もう1つずつってもうちょっとだから。でもこっちは1個の、うん、1個もね。これはいいね、うん、これはまだなんだよね。
ちょっと入れ物違うけどいいっけ。うん。昨日も寒すぎて洗う元気がなかったんだ。それは元気だった。ん？仲間出たくない病が始まってて。元気だった。よし、食べようぜ。でも寒い時の薪ストーブ本当すごい気持ちがいいよね。あ、美味しそうじゃん。うん、美味しそう。はい、食べてみて。1個ずつ食べる？あ、いいよ、もうできるから食べて。いただきます。はい。熱いよ。ね、ちょっと笑ってるやん。早く食べて。ね、いただきます。うん、ちょうどいい。どう？美味しい？うん。うん、美味しい。うまい。うん。うん、ちょうどいいよね、うん、なんかあんぐらいの水分でいいんだよ、ちょっと多めで。そうだね、思ったより多めだね。多めで、あの餅を入れて、うん、ちょっと煮詰めて調整すればいいんじゃない。うんうん、うん、おいしいね。ちょうどいい。初めての餅だ。あ、違った、食べたよね。食べたね。家で食べたんだった。1、2週間前に食べたね。だっただった。オリーブオイルがやっと溶けました。溶けました。朝キンキンに凍ってた。使う時に使えなくて、使わない時に溶けて使えるようになった。よいしょ。今リゾットを作ってて、リゾットを食べ終わったらちょっと散歩に行ってから片付けをしようか。うん、そうだね。じゃあこれが本命の朝ごはん。いい感じですね。リゾット出来上がり。チーズが、うん、これ具入ってないの？入ってる。あ、入れたわけ、ちょっと。いや、追加はしてない。残りが。はい。はい。美味しそう。美味しそうだね。食べよう、食べよう、食べよう。美味しい。美味しい。何時今？今ね、9時13分。あ、もう9時回ったんだ、うん、見てん。ちょっともう暑くなってきたもん。あ、本当だね。だからもう見てんね、わかんないけど見ても。いや、今まで寒かったよ、うん、そのぐらい暖かくなったよっていうのを言いたかった。あ、なるほどね、びっくりした。今からも片付けて、うん、帰りたいと思います。はい。片付け大変だよ、うん、ねえ、まあここも大変だけど家に帰ってからが大変なんだわ。あ、確かに。
硫黄谷噴気地帯。めっちゃシューって言ってるよ。これすごい蒸気だね。これ顔にもいいのかな。顔にいいっていうか、なんか人体に悪そうなんだけど大丈夫？悪いのこれ。わかんな。すごい蒸気だね。すごい蒸気。いろんなとこから出てるもんね。そんだけ近くに溶岩が流れてるってことかな。